はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日はもち麦とオートミールの違いについてですね。このチャンネルでももち麦というのは非常にダイエットフードとしておすすめだよということで何度も紹介しているんですけども、同じくダイエットフードでオートミールはどうなんですかという質問も結構いただくんですね。もち麦もオートミールも同じ麦ではあるんですけども、調べてみると結構栄養素なんかで違いがありまして、どちらが明確に優れているっていうわけではないんですけども、この栄養的な違いというのを理解しておくと、ダイエットメニューの作り方なんかにも役立つんじゃないかなと思いますので、今日はそこについて解説していきます。はい、まずもち麦とオートミールの簡単な紹介なんですけども、どちらも食物繊維が非常に豊富な穀物ということですよね。白米とかパンの代わりに主食になりうる穀物なので、ダイエットの際に白米とかパンを置き換えることで、非常にダイエットに役立つということですよね。でもち麦の方はこれは大麦の一種で、もともと結構吸水性が高くてもちもちしやすい大麦なんですね。ですから白米に混ぜてお米と一緒に同じ感覚で炊けるというのが非常に大きなメリットなんですよね。玄米なんかと違って外皮の部分は削り取っちゃっているので、水を吸いやすいので白米と同じ感覚で炊けるというのが最大のメリットになると思います。で、大麦の場合は玄米みたいに皮の部分に食物繊維が集中してなくて、内部の胚乳って言うんですけども、粒々の部分にも食物繊維がたっぷり含まれているので、外側を削り取っちゃっても栄養価があんまり減らないんですね。だから外側を削り取って水を吸いやすくできるというところが大きな特徴になります。で、オートミールの方は、これオート麦、オーツ麦とか塩麦とかって言われるんですけども、そういった種類の麦で、こちらは外皮を削ってない全粒粉になるんですね。その分、押し麦みたいに押しつぶす加工をすることによって水を吸いやすくしているわけですね。やっぱり皮があると水を吸わないので、なかなか炊いたりするのが大変なんですけども、その分、押しつぶして繊維を破壊することで水をかなり吸いやすくなっているので、これはオートミールの場合はもう炊かないで、水に浸して、そのまましばらく水を吸わせるだけですぐに食べられるということが最大の特徴ですね。牛乳とかかけてすぐに食べるっていうのもありですし、例えばスープに入れたりとか、おじやに入れたりとか、あとは、ホットケーキに入れちゃったりとかして、結構いろんな料理にアレンジして使いやすいっていうのも、オートミールの特徴かなと思いますね。オートミールのアレンジレシピって今、ネット上で結構、人気で多いので、そういうの調べてみても面白いんじゃないかなと思います。そしてこの両者の栄養価的な違いの話なんですけども、一言で言うと、もち麦は食物繊維がとても多くて、オートミールの場合はタンパク質が多いんですね。一覧にして見てみると、オートミールのタンパク質っていうのはもち麦の2倍くらいありまして、しかもオートミールは穀物の中では唯一アミノ酸スコアが100なんですね。アミノ酸スコアっていうのは、その食物の、アミノ酸、必須アミノ酸のバランスの良さを表す指標なんですけども、100が満点で、ホエイプロテインとか、牛肉とか鶏肉とか、卵とか、そういった定番のタンパク質食材がアミノ酸スコア100なんですけども、植物性の食品の中でアミノ酸スコアが100のものって言ったら、大豆かオートミールくらいしかないんですよね。それぐらい実はタンパク質の供給源としても非常に優秀な食べ物なんですよね。で、対してもち麦の方は食物繊維が多いということなんですけども、実はですね、この数値を見ると食物繊維はオートミールが 9.4 で、もち麦が 11.0g なので、大して変わらないんじゃないかと思われがちなんですが、もち麦の食物繊維というのは、ちょっと他の特徴があるんですね。もち麦の食物繊維の中でも、特に β グルカンというものが非常に多いということが特徴なんですね。β グルカンというのは水溶性の食物繊維で、発酵性食物繊維でもあるので、
腸内細菌の餌になりやすい食物繊維なんですね。しかも大麦の場合はこのベータグルカンが皮だけではなくて胚乳全体に分布しているというのが大きな特徴なので、外側を削り取って食べやすく加工してもこのベータグルカンの量が全然減らないんですね。これが小麦とかオーツ麦とか玄米とかとの最大の違いなので、ベータグルカンをたくさん取りたいと、玄米とかボソボソするのを我慢して食べるんじゃなくて、普通に白米と同じ感覚でご飯は食べたいけども食物繊維はたくさん取りたいという時に大麦は非常に役に立つわけですね。つまりもち麦ですよね。このベータグルカンっていうのは腸内環境を改善して免疫力をアップしたりとか悪玉コレステロールを減少させたりするという研究結果も出ているので、ちょっと冬に向けて免疫力アップしたい方とか、あとはコレステロールとか血糖値とか血圧が気になる方っていうのは特にもち麦が非常に役に立つと言えますね。最後にまとめになるんですけども、オートミールももち麦も、どちらもダイエットフードとして非常に有効なことは間違いないんですけども、あえて使い分けを言うんであれば、筋トレダイエットであればオートミールの方がタンパク質が多いのでいいかなと思いますし、腸活ダイエットということであればもち麦の方がベータグルカンが多いのでいいんじゃないかなという感じですね。筋肉をしっかりつけてボディメイクしていきたいという方であればオートミールの方を重視してもいいと思いますし、ちょっと胃腸の調子が悪いとか、便秘をどうにかして改善したいという方であればもち麦の方がいいんじゃないかなと思いますね。もちろんどちらも同じくらいメリットはあるので、あえて言うんであればそういう分け方になるんですけども、どちらも好みに応じて気分で使い分けていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。今日の動画役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。